ということで、ドンキから帰ってきました。ということで、今から宿題をしていきたいと思います。でね、漢字を書いていきたいと思います。自学なんで何でもいいってなってるんですけど、何でもいいからこそ迷うんですよね。迷った時は漢字です。漢字はいくらやっても自分のね力になるから、迷った時は漢字をやります。ということで、宿題が終わったのでね、休憩時間ということで、ご飯ができるまでアニメを見たいと思います。もうね、明日から休みの人もいるんじゃないか。でもね、私はね、明日もね、学校なんですよね。雷の音にということで、続いては夜ご飯です。はい、今日はしーちゃんのね、そうリクエストのね、生姜焼き、はい、はい、しーちゃんでもご飯抜きです。パンケーキ食べちゃったからね、うん、はい、リンはでも食べるでしょ、ご飯。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。はい、食後は運動ですか。はい、はい、食後運動したいと思います。なんか今さ、曲に合わせて踊るやつやってるでしょ。そうなんですよ、本当に最初だけ。はい、あのみんなに見られるように撮影すると思うので、本当の触りの部分だけしか撮影しません。触り最初だけってこと。本当にそう思ったことないよね。うん、後で今度。炭治郎が落ちそう。炭治郎。はい、ということで終わりました。今日もね、たくさん踊りました。すごくない？汗すごっ、すごいですね。ということでね、汗もいっぱいかいたことですし、次はね、お風呂入りたいと思います。今日金曜日なのに明日学校とか、信じられない。もう9時なんですよ、やばくない？急いでお風呂に入りたいと思います。はい、ということでね、途中撮るの忘れてたんですけど、お風呂から上がって今スキンケアをしてます。で、化粧水、ハトムギの化粧水いいんですよね。で、ハトムギの化粧水塗った後に、このね、ニキビのクリーム、なんて言うんだろう、これペアアクネクリーム、これを塗った後にハトムギの保湿ジェルを塗ってます。これめっちゃちっちゃくて可愛いんですよ。これね、普通に薬局で売ってて、大きいのは
こんな大きくて全然違うでしょ、可愛くない？でね、これがなくな、これを使ってるんですけど、いつも入れ替えてるんですよね、詰め替え。こっちで使うのめんどくさいからって入れ替えてるんです。入れ替えっていうか詰め入れてるって、詰めてます、こっちに。はい、でハトムギをの保湿ゼルを塗ったんで、次にねリップ系です。これです。まずねニベアのねリップを塗ります。このね、この茶色のね、匂いが一番好きなんですけど、なんだっけな、なんかバニラっぽいやつです。めっちゃいい匂いなんで、甘くてこの匂いが好きなので、私はいつもこのね、このリップを使ってます。はい、でその後にワセリンですね、こちらを塗っていきます。ワセリン使い始めて2日なんです、これ。この前なくなっちゃって、片分かりなんですよね。余ったのを私適当に塗るんです。手に余ったのももったいないので、ここにできてるよね。でもね、やだ、ここにできてる。はい、最後にですね、ニベアです。ニベア、これでね、こう手に塗った後に、あ、手とかね、腕に塗るんですよ。こう、でその後に余ったのをここにつけます。でもあんまつけすぎない、なんかニベアつけない方がいいってパパとママに言われたことがあるんで、ニキビで、ね、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけで、はい、完成です。スキンケア完成ですね。はい、やっぱりね、跡ついちゃうよね。うん、よし。はい、ということでね、今から明日に行って髪を乾かしたいと思います。はい、ということで乾かしてきました。乾かしてね、歯磨きしてね、あと寝るだけなのでもう寝たいと思います。明日もね6時半起きなんで早く寝なくちゃいけないです。もう10時10分です。あらやだ。もう10時10分なんでそろそろ寝たいと思います。皆さん何時に寝ますか？私いつも10時ちょっと過ぎですね、いつもこれぐらい。皆さん何時に寝ますか？でもうちコメントできないんで、いつもしてもみんなの答えが見れないっていう。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ということでそれではバイバーイ。カメラ揺れるね、バイバーイ。おやすみなさい。